こんにちは、塩の山の三枝クララです。今日もよろしくお願いします。今時代は物質文明から精神文明への移行期のため、さまざまな問題が表面化し、私たちは多くの困難に耐えなければならない時代に突入しましたが、愛と知恵と勇気と未来を見抜く目があれば、この混沌とした時代を乗り越えていくことができます。先日トイレットペーパー不足でパニックが起きたようですが、備えと心構えがあれば、パニックに巻き込まれて免疫力を落とすこともありません。一緒に備えていきましょう。今日は寝袋と湯たんぽのお話です。これまでも何度か寝袋のお話をしてきましたが、闇の夜、闇の世界、経済の破綻、経済の闇、人種の闇など、さまざまなことを想定しながら私は考え準備していますが、そこで寝袋に足していただきたいのが昔からある湯たんぽです。これまで私は湯たんぽを持っていなかったので、買い求めて試しにこの数日使っていました。寝袋に入れてみたところ、もう寝袋の中はほんわり、ここは南国か、フラガールになった気分、とっても気持ちよくって、お湯の自然な温かさのおかげで、朝起きてからもお腹の奥、お腹の芯からポカポカしています。翌日もまだ暖かく、今この動画を作っている最中も昨夜の湯たんぽを膝に乗せていますが、じんわり暖かいので、この冬の季節の暖房費も助かります。ただ湯たんぽにもデメリットがあって、お湯が必要だということです。万が一の時のためにどうやってお湯を沸かすのか、どうやって火を確保するかですが、もうこうなったら一つ一つ、ここは無人島にキャンプに来たくらいの気持ちでおおらかに考えていきましょう。私が買い求めた湯たんぽはよく工夫されていて、湯たんぽが自立して立ってくれるのでとても扱いやすいのですが、ただ一緒についてきたカバーがツルツルしてて扱いにくかったので、いらないこたつ掛けのカバーで裏付きの二重にして巾着袋を塗ってみました。手作り巾着のおかげで湯たんぽさんにますます愛着が湧きました。これから闇の時代が来ますが、それはすべて生みの苦しみ、しかし主の山に備えあり、備えがあれば闇の間も耐え忍ぶことができますから、一緒に備えていきましょう。最後に今日は聖書申命記4章の一部を朗読させていただきます。あなたは主が見て正しいとし、良いとされることを行わなければならない。そうすればあなたは幸いを得、かつ主があなたの祖先に誓われたあの良い地に入って自分のものとすることができるであろう。また主が仰せられたように、あなたの敵を皆あなたの前から追い払われるであろう。それでは今日はこの辺で、光の時代に一緒に備えていきましょう。ではまたね。バイバイ。